はい、日本語教育世界の皆さん、こんにちは。このビデオは第8週の、3つ目のビデオですね。はい。ここでは、Google Meet、11月10日の Google Meet でやることについてお話をしたいと思います。ですね、まず、ブレイクアウトルームを1番から8番まで作ります。で、皆さんはどの部屋に行きたいかを自分で決めてください。で、1番から5番は、それぞれ文系1について話し合いながら SOP を作る部屋とか、それぞれの文系について話し合って SOP を作る部屋になります。で、6番はですね、今までのこの SOP についてよくわからない人、そういう人が、復習をしながら、話し合いをする部屋です。で、7番は、話し合わなくても自分で一人でできる人のために、話し合わないで静かに SOP を作る、そういう部屋ですね。で、8番はもう、終わった人が自由に話し合う、そういう部屋にしたいと思います。で、移動したい人はですね、まずブレイクアウトルームから出てメインコールに戻ってください。そして私にですね、どこの部屋に行きたいかを言ってください。で、私がメインコールにいないときは少し待ってくださいね。あるいは ask for help。それを押してもいいです。はい、以上です。それでは、水曜日の Google Meet でお会いできることを楽しみにしています。フィルミレンゲー。